はい、どうも、残念だるくです。というわけで、今回も第五人格やっていくんですけども、今回アップデートで追加されました、こちらのヘレナ・アダムス。まあ、キャラ立ちとしては盲目、目が見えない子なんですけども、非常に強力でして、こちらの反響技で敵のハンターを感知し、ハンターの位置を味方にね、情報共有ができるということで、まあ、索敵系というね、新しいキャラ枠が追加されました。いいですね。ただし、こちらのキャラクター、盲目ですので、杖を離して動くことができないので、アイテムがこちら固定となっております。はい。なので、こう、道具箱から新しいアイテムを拾うことができないという形の縛りはあるんですけども、まあ、そんなにこう、気にはしないですよね。そして次のアビリティがこちらの心眼で、解読中にほとんどの調整が発生しない、プラス解読速度がなんと 30% も上昇する。はい。これかなりでかいですよね。なかなかこうでかいアビリティになってくると思います。ただまあデメリットとして機械技師と同じく、体力が持たないということで、板と窓の操作速度が 30% 低下というね、まあチェイス役には向かないんですけども、しっかりと暗号解読ができ、味方にね、位置情報を伝えるっていう、まあちょっと新しいキャラ立ちですので、早速こちら、公開の方で使っていこうかなと思います。さあさあやっていきましょうか。ヘレナちゃん可愛いよね、ほら。なんかこう、メガネ萌えにはたまらない感じな、キャラクターなんですけども。けど見た目がちょっと目立つな、これ。ちょっとまあ見た目が目立つところではありますが、頑張って使っていきましょう。で、ちょっとアビリティの方を、どうしようかな。デフォルトでもいいんだけど、解読マンやっていきましょうか。まあちょっとこのアビリティが放送効果と、羊の群れをね、しっかりとつけてきておりますので、まあ味方とね、協力すれば解読がめちゃめちゃ早くなる。長所を伸ばすような形のね、キャラクターでやっていきましょうか。さあさあ。で、このキャラクターね、視界がめちゃめちゃ暗いんですよ。だからあんまり動画向きではないかもしれないんですけども、非常に強力らしいので、やっていきましょう。赤い境界かな。ほら見てほら、やばくない？めっちゃ真っ黒。視界悪っ。で、こうやって、杖を鳴らすことによって、周りがこう結構クリアになっていくんだよね。で、このアビリティを使うことによって敵の鬼が、あそこにいるね。で、今回の敵はパペットかな。あー待って、これこっち来るね。大丈夫か？大丈夫そうじゃないね。多分こっち来るから、信用になった瞬間に逃げましょうか。ね、こういう形でちょっと視界が悪いんで、杖を鳴らさないと。見えないんですよね。どこにいる？来てんね、なんか。いや、こっち？おー、うまいこと、負けた。よかった。クリアリング的ガバだったね。ちょっとこっち向きで一回解読して、まあ、暗号解読もね、やっぱプラス 30% なんで、なかなか早いところではあるんですが、あー、仲間一発殴られてんね。まあ、ナースなんで、肉壁にならなくても、自己治療してくれると思いますが、とりあえずこの暗号解読済ましましょうか。待てよ。一回これ殴って敵の位置を把握したい。どこだ？向こうか。なるほど、なるほど。味方がいた解読じゃないわ。ぶつけてくれたんで、今の間にしっかりと、こっち来るね。とりあえずこれやった後、右一回逃げましょうか。よし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 。いや、待って、こんな急に来るの？早いよ、早い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 。急だね、マジで。ベリベリ急だ。そんなに一気に来るんか。ね、信用だけでやっぱ敵の位置が全て把握できるわけじゃないから、あ、近くいるんだなぐらいで暗号解読しちゃうとやばいね。早め早めの行動が多分求められるんで、頑張ってやっていきましょうか。ちょっとまあ、味方が近くいてくれたら、大丈夫なんですけど、一回鳴らそうか。ほい。ハンターどこだ？殴られてんね、それ。頑張れ、暗号解読。あー、釣られそう。けど私一発食らってるから助けに行けないんですよね。とりあえず私はこの暗号解読にちょっと勤しみましょうか。あ、ナース逃げ切ってくれた。ナイス。敵初期キャラか。ね、パペットうまいこと使われたら、なかなかこのキャラクターでも厳しいと思う。なんか多分このキャラクターは、突発的な、例えば瞬間移動された時とか、そういう時に多分弱いと思う。周りが全く見えないから、そこら辺が多分厳しめだと思うけども。大丈夫か？大丈夫そうだね。さあ、一発杖殴って敵の位置把握したい。あー、向こうか。まあ、とりあえず暗号解読ができそうなんで頑張っていきましょう。周り味方あと人どこいるんだろう。ね、味方の位置もしっかりと把握できるから、まあ、結構でかいっちゃでかいんだけど。あー、釣られたね。頼むからキャンプしておいてほしいな。パペット置いて、あー、どっか行ってますね。どっか行った、どっか行った。あ、向こうも暗号解読してるっぽいわ。よっ。まあ、これ分かって便利だよね。オッケー、ナイス。じゃあ、近くは、こっち開いてんね。ちょっとナースさんはちょっと味方さんに任せましょうか。私はこっちの、扉を開けとくんで。先に行くよって一応指示しておきましょう。いや、このキャラクター強いね。多分リッパーとか透明になられた時とか、このキャラクターがいるだけで、ちょっと待って、リッパー透明になったから敵の位置把握したいって言われたら、だいぶやりやすくなると思う。よいしょ、殴って。さあ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 。泥棒が捕まった。先逃げた方がいいんじゃないか、これね。回復しに行くか。けどこのキャラクター逃げ切れるか不安だな。ね、そもそもまず敵の位置を把握するのがすごい難しいキャラクターだから、
ね、自分が行って足手まといにならないかすごい不安なんだけども。来てんね、こっち。ちょっとチェイスするか。大丈夫そうだね。ナイス逃亡で、パペットもしっかりと壊してくれてるんで、でかい。いや、てかこれ周りの視界がやばい。難しいな。殴られてんね、冒険者。助けられるかな。ちょっとミイラ取りがミイラにならないようにしっかりと。そこに釣られた。で、どうしようかな。待て、冒険家助けてほしい。一回これでお互い、うん、体力マックスにした状態にしましょうか。あー、敵ちょっとキャンプ気味だな、あれね。さあ、しっかりと治療も受けて、どうやって助けようかな。難しいね。多分敵の位置が移動してるっぽいんで、もうちょっと近づいたら使いましょうか、アビリティの方を。いやー、いそう。待てよ、いそうなんだよな。オッケー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 、今がチャンス、今がチャンス。飛べ、行け、俺、よいしょ。オッケー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 。じゃあ、あとは逃げるだけですよ。で、多分追われてるから、しっかりと移動しつつ、オッケーオッケーオッケー、カモンカモンカモン、ほっ。おお、外れた。逃げたい逃げたい逃げたい。これ捕まるな。とりあえずうまいこと負けたんで OK でしょう。あとは、うん、救出じゃないわ、逃亡です。待って、一回これ鳴らして共有したい。向こういるね。あ、ナースさんいた。ちょっと治療して、ありがとう。いいね、これ戦い長引いても、うん、何回でもこれ使えるからめちゃめちゃ強い。しかも捕まってるし。いやー、釣られてんね。いやー、終わったか。これもう普通に逃亡しないとやばそうですね。まあ3人逃亡でも勝利なんで、普通に逃亡しましょうか。けどあれだよね、ポイント的にもすごい美味しいよね。うん、扉近くというか脱出ゲート付近でひたすらこれ殴っとくだけで、うん、自分は安心安全でポイント稼ぎができるんで、これ結構でかいな。よいしょ、味方があそこ行ってくれてるね。ほら、鬼の位置がわかる。脱出するときも便利。これはでかいな。これ強いね。なんか見て、味方いてくれてるよ。ナス大丈夫？ちょっと最後に脱出したいんだけど、MVP かどうか発見したいから。とりあえず脱出させていただいて、おそらく、ナースがこれで2000ちょい入ったとしても、MVP は私ですね。ありがとうございます。いいですね。しっかりと MVP 取れたんで、よかったと思います。いや、よかったというか、楽しいね、このキャラクター。だいぶサバイバーが強くなるんじゃないか？はい、ということで、若干こう、勇敢がね、足りないというか、稼ぎにくいところではあるんですけども、他のところはね、めちゃめちゃ稼げるということで、かなりおすすめなキャラクターとなっております。まあ、ちょっと今回は初見な感じで動画撮ったんで、ちょっとぐだるところはあったと思いますが、まあ、次回からはね、しっかりとこのキャラクター使いこなして、アビリティの方を紹介していこうかなと思いますので、ぜひとも通知が届くように、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではご視聴、ありがとうございました。マジで？わざとちゃうやん。マジか、全然見えへん。